水俣病の被害者団体と環境大臣の懇談の際に、環境省の職員がマイクを切って発言を遮った問題で、大臣との再度の懇談が今月8日から行われています。今日は長島町の獅子島で懇談が行われ、被害者団体は離島に暮らす被害者への支援の見直しを訴えました。この問題は今年5月、水俣市で行われた伊藤環境大臣と水俣病の8団体との懇談会の席で、環境省の職員が被害者のマイクを切って発言を遮ったものです。伊藤大臣はこの対応を謝罪し、今月8日から再び懇談が行われています。最終日の今日は長島町の獅子島で行われ、今年5月の懇談に参加していた水俣病被害者獅子島の会に伊藤大臣が改めて謝罪しました。その後、離島に住む被害者の現状が話されたほか、医療福祉の充実などの要望が出されました。水俣病問題の最終解決や環境を守り安心して暮らしていける社会の実現とは現在は程遠いものと言われておりません。水俣病の最終解決を図るために環境省としてできる限りのことをしてまいりたいと思っております。被害者団体は島の外の医療機関に通院したときに給付される離島手当の増額など支援の見直しを訴えました。変わったということを私はそれを期待してですね、大臣の方と会見もしましたし、大臣の真摯な気持ちだと思いますので、お互いを知って疑いのないような気持ちで今後もその関係省との会話の中で対応の中で進めていけるようなと思います。被害者団体は今後も協議を続けたいとしています。